平川クエスト始まりましたいやー先月はちょっとスペインの方にちょっと行ってたのでお休みをいただきましたが、まあ、ちょっとその話も後々していきたいと思いますがすんげえ髪型だなこれでは早速ちょっといつものお決まりのやらせていただきたいと思いますまずねここのスタジオですねこうコロナ対策しっかりやってるんで、えーまあ、今日ちょっと、えーまあ、これもあとで話しますけどちょっとゲストをお呼びしていないので ね、あのアクリル板も置いてませんし、まあ、マスクもせずに、えー、撮影の方をさせていただきますはいで番組応援の会ですね、えー、アズーリさんの方で、えー、番組この番組好きだという、えー、サポーターの方がいらっしゃいましたら是非、まあえー、サイトの方からご連絡ください で最後に、えー、この番組の質問ですね、まあ、今日とかも、えー、質問等を受け付けてますので、まあ、Twitter などからメッセージを頂けたら、えー、ご質問に答えていこうかなと思っておりますんでどしどしご連絡くださいありがとうございますでですねそうなんですよ今月の3日に僕スペインから帰ってきて、まあ、約3週間行ってないぐらいかな、えー、向こうに行ってきたんですけど いやまあ、あの仕事でサッカーで、ね、あの行ってきたんですけど、ね、やっぱすごいあのいろいろ勉強になりましたで、まあ、ちょっとねあの動画の方、まあ、せっかくなんで少しばかりちょっと見せていきたいなと思うんですけどちょっといいですか現地の、えーまあ、バレンシア CF というあのスペインのリーガ・エスパニョーラのクラブなんですけど。 まあそこの育成年代、まああのまあ、トップチーム含め、えー、いろんなカテゴリーの、えー、トレーニングとかも見てきたんですけど、まあ、ちょそこのちょっと動画をちょっと隠し撮りしてきたんで、えー、ぜひちょっと見てくださいこちらです。 これねす,すごくない,ですかいやなんかあのー、これといってなんかね特別な練習をしてるかって言ったらそうでもないんですけどよく多分日本でもあのー、こういう練習やってるところもあるだろうしまあ、ただ、まあ、今のねトレーニング見ててもやっぱ切り替えるところとか。あのー すごい専門的な話になっちゃうんですけど、まあ、のクロス上げて、まあ、シュート打ったあとこのあとすぐ切り替えて次の、ね、アクションに起こすっていうのをやっぱこうクラブとして徹底してね、えー、やってるなっていうのが、まあ、指導者のなんだろうこう声がけとかコーチングとか聞いててもなんかすごく、あのー、なんだろうな、まあ、そこを徹底してやってる感じだからそれがまあ日々の積み重ねで、まああいうビッグク,クラブねあの強いチーム を作ることもできるんだろうしまあ若い子たちが育っていくのかなっていうのはすごく感じましたね以上もう1個動画があるんでまぁ、あ、ちょっとそっちの方もまあ、せっかくなんでまぁ、あ、同じような感じなんですけどはいまあせっかくちょっと盗撮してきたんでぜひ見てくださいどうぞ これ今ね、ちょうど中心にいたのはゴールキーパーの選手たちとゴールキーパーコーチで、まあ、背後にいた子たちが、えー、とアンダー19かなあのバレンシア CF というチームのアンダー19の選手で、まあ、ちょうど練習の会場の入れ替わりの時間帯だったんで、まあ、そこを通ってたんですけど、まあね、僕もともとゴールキーパーなんであのやっぱゴールキーパーの,その、まあ、どういうトレーニングやってるのかとかまたそのコーチがどういう、えー、指導をされてるのかっていうのをすごく。 あのー、意識的に聞いてはいたんですけど、ねまあ、本当にね何も日本でよくやってるような練習だったり声がけだったりかもしれないんですけどでもねなんかちょっと違うんだよね、あのー、そのフォーカスする場所というか伝えるべき場所がやっぱこう向こうの方々ってちょっと違うなっていうのを、まあ、すごく感じて、まあ、いい勉強になりましたし、あのーまあ、僕自身も。 でね、あの今いろいろゴールキーパーも含めて指導をね。やらしていただいてるんで、まあ、ああいう風に向こうで見た景色をね。あの今の子供達ね。あの選手に伝えていきたいなとまあ、思ってるんでね。あのー、まあ、しっかりとこの経験を生かして今後もやっていきたいと思います。はいでね。ちょっとね。番外編あのー、ちょっとバレンシア。まあ僕が言ったのはバレンシアなんですけど。まあスペインの中でもね。バルセロナとかマドリードとかまあこう。 栄えてるところ人が集まる観光地よりかはちょっと田舎の、まあ、バレンシアのエリアに行っててもうバレンシア行くのも毎年行ってるんで何回目か分かんないですけどでも初めてちょっと僕、あのー、知ったというか、あのー、世界で一番狭いビルっていうのがバレンシアにあるって聞いて、まあ、ちょっと僕あのオフの時間を使ってどうしても見てみたくてちょっと行ってきたんですよ。でちょっと写真撮っっててきたんででちちょっと見てくださいこちらですね これなんですけどあのーすっごいどう生活してんだろうなっていういや実際に <laughs> やっぱあのー、現地行ってまあ世界一狭いだからまあ、言うてぼとは思ったんだけどいざ行ってみたら100幅が107センチなのかなあのーほんと人一人まあ入ってまあ並んで二人入るのは難しいぐらいでまあ、ただ 気になるのはこの中っすよねだからどう生活ねするのかこれ冷蔵庫置いたらもう多分通れないじゃんテレビ置いたらねまあテレビそもそも107センチとか,なか50インチとかの多分、ね、テレビ置けないしねだから中でどういう生活を行ってんのかなっていうのをなんかすごく、まあ、感じましたねあのー、まあなんかこういうね世界1位とかねこうヨーロッパ1位とかっていうのバレンシアは多かったりするんで あのー、今回はね、まあ、僕これは僕一人で、あのー、今回行かせていただいたんですけど、まあ、あの子供たち連れてねあのヨーロッパで一番大きいって言われてる、あのー、水族館にも、まあ、今回あのバレンシアにあったので、まあ、そこはまあ子供たちみんなとちょっと、あのー、オフの時間を使って、まあ、ちょっと遊び行ってきましたけどやっぱこう世界ってなんかいろいろ広いなと、まあ、もうサッカー以外もですけどなんかこう。 いろんなな学びがあるなと街を歩いてるだけでもいろいろ発見があったり学びがあったりなんかすごく人生勉強になるなっていうのを、まあ、今回の、ねえー、遠征でもすごく感じたので、まあ、引き続き、まあ、そちらも含めて、ねあのー、自分の経験を子どもたちにも伝えたいし、まあ、子どもたちにも、ね、実際に向こうに行って、ね、あのそういう景色を一緒に見ていけたらなと思っております。ありがとううございますそうです、ね、そそでねしたら あ,れあと何か,かありましたっけあのー、まあ、とりあえずそうっすね、あのー、でちょっとねここで今回、まあ、平川クエストっていつもゲスト来てくれてるじゃないですかあのー、これも完全に僕のミスなんですけどあのスペインに行っててあのここのセッティング忘れてました <laughs> あのマジ忘れしててほ本当に先週まで あのー、本当に抜けてて慌ててセッティングするのもなと思ったんで、まあ、あとプラスちょっと僕のことをねあんま番組の中で話したことなかったんで、まあ、いつもゲストに来ていただいてゲストのまあターニングポイントとかあの仕事の話とか、ね、そういうの聞かせてもらってたんで、まあ、ちょっと今回はまあいい機会なんで僕自分自身ゲストにしちゃおうかなと思って。 であの今日いろいろ幼少期の頃から、まあ、今の、えー、なんだろう授業をやってるここの写真とかもちょっと掘り出してきて持ってきたんで、まあ、ちょっとそこを、ね、時系列並べて、まあ、ちょっとこう僕の人生をちょっとこう振り返っていこうかなと思ってるんで今日はゲストはいません。はい <laughs> でまあ、ちょっとあの最後に、ね、スペインであの僕1本 YouTube の撮影をしてきたんで、まあ、ちょっとそこのサムネだけちょっとご紹介しておきますねあのちょっとスペインの状況とかも少しだけ盛り込んでるんですけど、まあ、基本くだらない YouTube チャンネルにはしてるんで、はい、今回これですね HIP ですねあのの某ニュース番組完全にパクってるだろうと思われるようですけど、まあひまあ、平川なんで、ねあのまあ、ヒップ H 入れたらたまたまお尻になったっていう、まあ、語呂合わせも良かったんで。 せっかくバレンシア行ったんでちょっと世界のまあホットなニュースをねあのヒップの方で面白おかしくご紹介してますのでぜひ YouTube チャンネル「平川クエスト」もねえ検索して見てみてください。ありがとうございます。そしたらじゃあ早速え行きたいかな、行っちゃおうかな。 えー、まあね皆さんご存知の方も多いとは思うんですけど、まあ、僕ずっとこうサッカーやってきて、ね、今もこうサッカーに携わるお仕事をさせてもらってて、まあ、よくねこう周りからもこう好きなこと仕事にできていいねとか、あのーまあ、言われることはね、まあ、多くはあるんですけど、まあ、それなりに苦労もしてるし、ね、あの大変な思いもして、ね、やってきた。 ところろはままあああもちろんあるんるで、まあ、決してね、あのー、楽,楽とかいいねっていう話でもないと思うんですけどまあ、ちょっとそういうところもね踏まえていろいろ時間が許す限りもしかしたら今日時間ね足んねんじゃねえかなっていう、ね、そんなに短い人生でもないんでまあなんかちょっとね話せる範囲まで話して、まあ、またの機会にまたゲストが 不足したときにあの、また第2弾をね、こう話せればいいかなと思うんで、まあ、今日はとりあえず話せるところまで話していきたいなと思っております。では、まあ、最初、えー、ちょっと画像をこちらで、えー、見ていきましょう。僕のサッカーのスタートですね。はい。これは小学校2年生かなね、あのー、さこの3人のうちどれでしょうっていう。<laughs> えー、まああのね一番右ですねはいここですね28番の背番号をつけたねえー、面影あるかななんか頬あたりがなんかちょっとあんのかなあの僕はまあ、もう地元が横浜なのでまあ、横浜スミレー SC という、えー、とチームに、えー、まあ、少年団ですねもう土日しか活動しないまあ少年団チームに僕は入ってましたね。 まあえーまあ、J リーグっていうふうに関わった中では僕がも一番早くて、まあ、その後にはあの今は横浜 F ・マリノスで活躍して畑中慎之介とかあ,のあと誰だろうなあの、まあ、何人か、ね、このクラブからも J リ,ーグに、えー、J リーグのクラブに所属する選手も出てきた、ね、あのチームですけど。 まあ僕らの時はねまだまだなん,なんだろうその本当地元の子たちがこう集まってくるだけのチームだったんですけどもう今はねほんと遠方からもよ、ね、横浜 s ー s c に通いたいっていう選手が通ってるぐらいなので、まあ、すごいビッグクラブになったなーっていうのをねあのひしひしと感じますで、まあ、僕がサッカー始めたのは小学校1年生なんですよで別に僕がサッカーやりたかったわけでもなく、まあ、ただ父親がもともとサッカーをずっとあの若い頃からやってたので。 あのまあ、その関係と、まあ、あとはもう幼稚園の頃から僕落ち着きがなくてあのもう本当にひまわりは迷子になったりとかあの気づいたらいなくなっててとか、まあ、そこで足が速かったんでね、まあ、これをなんか活かせないかってなった時にまあちょっとねあの父親から、まあ、地元のじゃあサッカーチーム入ってみるかみたいな流れから、えー、サッカーを始めたっていうのがきっかけうんであの、まあ、これがね えー、僕見てわかる通おり、まあ、ゴールキーパーではないんですよ、この時はい、みんなとユニフォーム一緒なのでもともと僕はディフェンスという守りの、ね、選手をやってたんですねで、まあ、守りの選手で、あのー、正直、試合にも出てませんでした小学校1、2、3年生ぐらいまで多分試合に全然出れなかったのかな。 あの実家のねビデオを掘り返したらあのみんな試合やってんのにベンチでこう砂遊びしてる僕のねビホームビデオがこう発見されたりだとかやっぱあったんであのー、ほんとね全然試合出てなかったんですよまあ、こ友達といるのが楽しいっていうぐらいの、まあ、モチベーションテンションでサッカーをやってた感じはいでちょっとこの次の写真じゃあちょっと行ってみましょうかねでこっからちょっと雰囲気出てきましたねあのー、ゴールキーパーになったんですよ まあなんでなったかっていうのもあの実はあのー、もともとゴールキーパーをやってた子が急にバスケットボールやりたいって言ってサッカーチーム辞めちゃったんですよ急にで、まあ、辞めたもんで今まで出てたキーパーがいなくなっちゃったわけですよさあどうするってなった時に、まあ、たまたまベンチ控えの選手の中で一番身長が高かったのが僕で。 あとりあえず平川じゃやってみろよと当時の,、ね、あのお父さん監督に言われてでやってみたところ割とうまくできちゃってねあの割とうまくいっちゃって結構あの今でも僕そのシーンはすげえはっきり覚えてるんですけど大活躍してたんですよ。<laughs> でそこから、まあ、ちょっと監督は「お前キーパーいいんじゃねいか?」っていう話になりキーパーをやり始めたものの。 まあ僕の中ですごく、あのー、やっぱりこう目立つっていうのがなんか気持ちよくてでやっぱゴールキーパーってねこれ写真見ても分かる通りみんなとユニフォームが違ったり、まあ、あとグローブをつけてたりとかねやっぱこう他の人とこう違うねあのー、なんだろうやっぱユニフォーム装着品してるじゃないですか,だからそれがねなんかすごく気持ちよくて。 なんかどん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 そのキーパーの面白さみたいなのにねハマってったんですよでまあそれもこうねあのうまくいってまあちょっとじゃあ次の写真行ってみようかなあのまあこれ僕あの清水のねあの静岡県の清水市にまあ その小学校チーム少年団のチームで遠征に行った時の写真なんですけど、まあ、ちょっと後々またね、あのー、そういう話もするんですけど僕あの小学校6年生の時にもうほぼほぼ高校決まったんですよでそのきっかけの大会がこの清水カップっていう、あのー、清水で毎年やってる大きな大会だったんですねで,で まあ、僕が小学校3年,3年生の終わりぐらいからゴールキーパーになってもうそこからもう一生懸命、まあ、一生懸命というかもう好きでやっててどん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 あのメキメキ上手になれてでなんだろう横浜市の代表選手になったり神奈川の代表選手になったりっていうふうに本当ステップアップしていって最後小学校6年生の最後の大会だったんですよ。でここの清水カップっていうそのカップ戦に出場した時に。 えと僕高校清水商業高校って言ってあのまあ有名な方でいうと川口義勝さんだったり、まあ、小野伸二さんだったりが先輩になるんですけどあのまあそこの高校に、まあ、横浜からスポーツ推薦で僕入ったんですねでそれのスカウトをしていただいたんですよもう小学校6年生の時にだからそんなことあるんだっていう話ですけど、まあ、今あるのか分かんないけどなんか当時はなんかもう現実味がなかったというか。 あのー、もうねちょっと亡くなっちゃったんですけどまあ西川のおじさんってあの本、ー、当日本核っていう宿をねあのー、ネットとかで調べていただいたらあのー、出てくるんですけどまあそれこそ小野伸二さんだったり吉勝さんだったりがまあ、すごくこうお父さんのようにあの慕っていてまあ、僕らをこう下宿させてくれてたあのー、スポーツ なんんいいうか宿みたいのがあるんですよ寝泊まりできてご飯も出してくれるっていうでそこに清水商業に所属してる、まあ、外から来てる選手たちは、まあ、そこに寝泊まりしながら、えー、夕食はそこでご飯食べて寝てでまた朝学校に行ってっていう生活を繰り返してたんですけど、まあ、そこの西川のおじさんに、まあ、ちょうどこの大会の時にお声かけていただいて、あのー「君は川口義勝みたいだ」みたいなこと言われたんですよ。でいやなんかめっちゃ嬉しくて 僕も僕の家族も吉川さん大好きなんですよなんでもう清水商業から吉川さんが横浜マリノスに来た時はもううわーってなってたし、まあな,んならうちのお母さん「サポーターズクラブ」と書いてましたから、ねうん、あの本当に吉川さんが好きだったところこのたまたまね出場したこの清水カップで「川口吉勝のようだからお前はサッカーをサッカーでプロ目指すんだったら静岡に来い」って言われて「いやもう行きます」って。 でまあ、小6なんでまだ中学校があるじゃないですか3年間。なんか現実的に分かんなかったけどでもなんかもうサッカーで僕やっていきたいなっていうのがもうその辺りですごい芽生えてああじゃあもうチャレンジしようって決めたのがもう本当この大会だった感じはい,いやすごくいい経験だったしあのこのねある意味この大会に出場してなかったら僕の人生逆どうなってたかわかんないんで他の大会だったらね あのそんな声かけてもらってなかっただろうしなんか全然人生がこう変わる、まあ、ターニングポイントって言ったら僕はここがまず1つ目なのかなっていうのを、まあ、すごく感じた大会でしたねはいでこのあとですねこのあとがこれがさっき言ってた西川のおじさんなんですよ、ね、であの日本角という宿で小、まあ、あ野伸二、ね、さんとか吉川さんとか、ねあのー、安永宗太郎さんとか、ね、皆さんここで寝泊まりしながら。 えー、学生生活を送ってたんですけど僕も最初ここにいさせてもらいましたでこれは僕の男3兄弟なんですよこれに西川のおじさんが後ろのねお,おじさんですけど僕一番左の青のプーマ着てるで真ん中がうちの弟あ昔ねあの昔というか4月かな平食えミニの特番でここスタジオ来させていただいた、えー、弟ですね今スポーツトレーナーをやってる弟です で一番右が、ね、あの三男坊で、ね、一番平川家の、えっと、三男坊。はい、もう本当に家族で、ね、ここの西川さんにはすごくお世話になって、ね、可愛がっていただいたんですけど、まあ、なかなか、ね、あの横浜と静岡だと、まあ、そんなに遠い距離じゃないですけどなかなか行く機会がこう、ね、少なくなってしまってあの、ね、ここ最近は会えてもなかったし。 ちょっと残念なことで、ね、あのこのコロナの影響で、あの今年の3月に、この日本核というその宿も、えー、ついに閉めちゃったんですよ。もう本当にいろんな方々が、ねあのー、なんだろう、なんとかして続けられないかって、それこそここを卒業した、ね、サッカーのメンバーたちが、ね、あの声を上げて、いろいろやりましたけど、やっぱなかなかあのコロナというその経済に対してのダメージはやっぱ強くて。 えー、やっぱり飲食も含めそういう宿泊施設っていうのは大きな打撃だったんですね、あのーまあ、この歴史ある、ね、宿も今年の3月末であの閉まっちゃって、えー、すごく残念ですけどでもやっぱ僕の中ではもうずっと生き続けてますし、まあ、これはね、あのー、なんだろうその清水商業を出た方々にしたら、ねまあ、一生消えることない、ねあのー、思い出だと思うし、ねあのーまあ、少なからず僕はこの西川のおじさんに。 あの自分の人生をこう切り開いてもらった、えー、立場なので、まあ、僕はもう逆にそういう恩返しをねいろいろこうしていきたいなと、まあ、思ってるんで今いろいろこうサッカーの授業でね、えー、やれることっていうのをねこうやってってるような感じなわけですよ。はいだ結構小学校これ小学校6年生の時なんであの結構小6の時からなんかねすごいいろいろあったんですよね。 なんか人生を揺さぶるというか、自己人生。今後に関わってきそうな。何状況みたいなのがすごいあっていや。なんかすごい内容の濃い小学校時代でしたね。はいまあ、面白かったです。僕の本当基盤を作ったのは本当小学校時代だったんでね。あのー、今の僕が関わってる小学生の子たちにもその辺はね。こう常日頃言ってます。やっぱ小学校時代ってすごい大事だぞと。 ねあのまあ、僕がそうだったように、まあ、今の子供たちにもどこでどういうチャンスが転がってくるか分からないので、ね、見てる人は見てくれてるし、ね、あのなんだろう見られてるから頑張ろうじゃなくてやっぱこう好きなことやってるんだからもう思いっきり、ね、楽しんでやって結果それを見てくれてる人がいたらそういう道しるべをしてくれるような、ね、人がこう現れてくるだろうと、ねまあ、その道しるべをできる人になりたいなと僕も思ってますし、はいまあ、そういう。 えー、まあ思いも持ちながら今ね今そういう教育業、ね、サッカースクールとかもやらせてもらっている感じですかねはいこれがまあ僕の小学校時代ねあのー、懐かしいっすねおじさん会いてえなまあいいっすねでじゃあ次いってみますかで次がねこれも これが最後かな小学校6年生の横浜の代表選手になった時の写真ですねまあこれはあの皆さん知ってる方も多いと思いますが国際競技場今の日産スタジアムですね日産スタジアムで当時ねこれこれ知らない人結構いるんだけどあの昔ね横浜フリューゲルスってチームがあったの,あの今の若い子たちはね多分知らないと思うんだけど横浜マリノスと横浜フリューゲルスって横浜に実はねプロチームが2チームあって。 でまあ横浜フリューゲルスって、ね、消滅しちゃって、まあ、スポンサーさんのねあのメインスポンサーさんの関係で、まあ、消滅しちゃってで今横浜 F マリノスって名前になってるじゃんこの F ってフリューゲルスの名残を残してるのねそうで F マリノス、まあ、合併して横浜 F マリノスって今の名称に変わったんだけど、まあ、僕がまだ小学校の時はねまだマリノスとフリューゲルスって両方ともあって でまあ、この時の横浜選抜、ね、横浜の代表選手の時は、まあ、そのフリューゲルスの選手だったりマリノスの選手とかと、ね、あの一緒にプレーはしてるんだけど、まあ、結構、ね、そうそうたる、まあ、僕らの世代って結構。 あのー、87年組は結構有名どころも多かったんで、まあ、いろんな選手と、まあ、これは横浜の代表選手ですけど、あのー、このあと、ね、中学高校ってまたいろんなトレ戦セン選抜に入った時には、まあ、やっぱりいろんな選手たちとプレーして、ねあのー、やっぱこのトレ戦っていういろんなエリアから集まってるそのエリートたちと一緒にできる環境っていうののなんかこの刺激 これがやっぱすご,いいいなすごいなっていうのをやっぱり感じた、あのー、イベントだったかな,なんか皆さんね今の若い子たちお父さんお母さんも含めてですけどやっぱ、ね、トレセンに入れたいんですとか何々選抜に入るためにはどうしたらいいでしょうとかいろいろ相談を受けるんですよでまあ僕はねそのサッカーはもちろんですけどまあその挨拶とかもね含めて、まあ、あのいろいろ見られてるんで。 もう会場に入ったらもうセレクションが始まってると思って、ね、あの通りすがるおじさんおばさんにはもう必ず挨拶しなさいとであのそういうところから、えー、セレクションの見方っていうのが多分変わってくるよっていうふうに子どもや、ね、お父さんお母さんにはお伝えをさせていただいてるんですけどやっぱねこういう選抜とかに入るとまたサッカーの感覚が本当変わるんですよ。本当ににややっぱ上手な子たちと一緒にやれるし、ねあのー なんだろうこんなやついるんだみたいな感覚だったりいやなんか来週次の、ね、この練習は楽しみだなとかっていうこのワクワク感あの日常からのワクワク感も出てきたりだとか何かねすごくトレセンっていうものはやっぱ入って損はないなと、まあ、もちろんねトレセンに入ったからどうこうじゃないんですよプロになれるわけでもないしね、あのー、何すげえとも正直ならないんですよ。 スカードマンがそんんななとこ見てないんでトレーの経歴なんてでもやっぱここで得れる体験っていうのは僕はやっぱお金じゃ買えないねあの価値観があると思うしねあのここに選ばれるだけの意味はあるなと僕は感じてるな、うん、感じてるうんだからまあねあのトレ戦が全てではないけど一つのきっかけとしてねサッカー選手としてねあのきっかけとしてこういう選羽チームに選ばれる それを目標にするっいうことはすごくいいと思うんで、まあ、こういうところを、ねえー、目指して、まあ、ぜひこのサッカーという、ね、仲間の交流を、ね、増やせる機会をこう作っていけるように、ね、皆さんも努力して子どもたちは、ね、こ努力してもらえたら嬉しいかなと思います。はいでじゃあ次行っっってますかちょっとねこのの辺が、まあ、さっきの あのー、まだ小学校時代なんだけどこれ僕トレー戦にそれこそ選抜チームに入ってチームでもキャプテンをやるようになってるんですよ。なもうね今の写真見るだけでも、ね、あの最初は、ね、砂,場砂いじりしてた少年が小学校6年生の時にはね選抜チームに入ってキャプテンマークチームでつけてってもうものすごいよね。もうこういうことが起こるんですよサッカーって。ねねまあ、だから、ね 今試合に出れてないからって別に落ち込む必要もないしねえなんなら僕ね小学校いや小学校じゃねえな中学校3年生まで僕リフティングなんて30回ぐらいしかできなかったんですからねなんか今の子たちリフティングができないとなんかもうかっこ悪いみたいな感じの人多いんだけどいやリフティングできなくてもプロになってるしねリフティングが全てじゃないぞっていうねえほんと努力してればね まあ努力っっていいいうか楽しんでもらいたいよねやっぱあのサッカーもそうだしスポーツって楽しいものだと思うんで、ね、楽しんでやってるうちに多分こうやって結果がねあの後からついてくるものだと思うんで、ねまあ、是非楽しんでいろいろやってってもらいたいなと思います。はいこれで多分ね小学校終わりかなでここですねちょっとね中学校はねまあ細々とやってたんであんまりなんだろうもう ある意味その高校も静岡県に行くのがほぼほぼ内定しちゃってて、あのー、チームもね地元のチームに入ってあのー、まあのんびりやっててそんなに何だろう目立ったあれもなかったんでまあ、ちょっと割愛しますでまた高校時代ここがねあのすごく僕の中でも大事だったんですけど、まあ、僕高校ねそのし清水商業高校に行ったんですけど まあ清水商業高校でもねいろいろあったんですよ、あのー、怪我が重なったりだとかいろいろ大変な、まあ、ホーム仕組みにもねこうなったこともあってまだ若かったんでねなんでやっぱこう親元離れて静岡に1人で行ってやっぱこの怪我とかにぶち当たってあのやっぱ寮でも1人でいる時間がとかっていうのがやっぱ精神的に辛くなってきちゃってでやっぱそこで、あのー、もう苦渋の決断ですよもう清水商業から移籍をしようと。 ああのまあ、思い切っっってちょっとやったんですよ当時なかなかねまだいなかったですけどで僕はラッキーなことに、まあ、清水商業アウトねまあ卒業してただ僕清水商業高校スポーツ推薦で行ってるんでやっぱそのスポーツ推薦でサッカー部入ってたらあのサッカー部やめたら学校やめなきゃいけないんですよ学校にも残れないんでもう僕その一旦もうやめて横浜に戻ってきたんですよで 2週間ぐらいかなもう言ったら中退ですよね高校行ってないんで高校行ってないしサッカーする場所もないもう本当に地元のちょっと不良仲間とゲーセン入り浸ったりとか,か結構ねちょっとそういうちょっとぐれた時期が2週間ほどあったんですよでたまたままあまあ、さっきもお話したしたんですけどうちの親父がねそういうサッカーのちょっと仕事をやってるねあの、まあ、仕事に関わってる方だったので まあ、うちの親父のところに、まあ、湘南の,あの関係者からベルマーレの関係者から、まあ、ちょっとそういうお話をいただいて、まあ、今平川君何してんのみたいなあの清水商業をやめたっていう情報が入ったんだけどみたいな、まあ、当時、まあ、あの湘南ベルマーレのゴールキーパーにこうちょっと人材に苦しんでた部分もあったようで,で、まあ、ちょっと僕に打診が来て、まあ、でもやっぱね言ったら J リーグのクラブですから、ね、やっぱそういうチャンスをもらえるんだったら自分はチャレンジしてみたいって言って。 まあ最初湘南のユース高校生チームですよね、まあえー、高校生チームにまあ練習参加練習生として参加してでもうそのまま僕は湘南に拾っていただいてで、えー、ちょうどこの写真がね、まあ、僕が湘南の3年生の時なんですけどいろ、まあ、んな大会が、ね、もちろんあって、まあ、僕らの湘南ユースっていうのはそれなりにね、あのー、当時強かったんですよ、まあ、全国大会とかにも出ましたしで まあちょっとねこの、えー、エルゴラストっていうねあのサッカーの新聞、サッカーのの新聞なコンビニとかに売ってる新聞なんですけど、まあ、ねこれちょっとねあの、この大会の優秀選手とかなんですけど、まあ、僕ら全員ほぼ同級生なんですけど、まそうそうたるメンバーですよね。で、まあ、僕ね、今、ちょっとチェック入れてるけど、平川ね、いますし、その上、ね、秋元陽太はマリノスで去年ね、現役引退して、ね、ついこの間、2ヶ月前か、ここのスタジオにもね、陽太来てもらいましたけど。 でまあえー、と真ん中か真ん中でいうと一番、ねえー、上のゴールキーパーでいうと鈴木優太優太は今あのモンテリオ山形っていうクラブの強化のスカウトマンやってますしその下の和歌は、ね、あの今、ユーチューバーとして、ね、あのいろいろ活躍をされてる、ねえー、で下の方行くと優ね小林優今フロンターレの小林優もですし、えー、あと浩介か。 太田浩介もこの,間あのゼルビアに、ね、海外でプレーしまししままたたけど、ね、ゼルビアに帰ってきましたねやっぱこう。結構ねそうそうたるメンバーが僕らの代はやっぱ今 J リーグで本当になんだろうもうベテランとして活躍してるような世代なんで、まあ、この大会でね、まあ、一緒にプレーしてましたけどやっぱすごかったですね、まあ、そういう仲間と一緒にプレーできたっていうのもすごくいい経験だし、ね、やっぱ自分のサッカー人生においてすごくなんだろうためになった。 大会だっったなっていうでもやっぱこういうチームにいたからこういう経験ができたっていうね湘南の、ね、ベルマーレンのにもやっぱもうすごい感謝しますしやっぱベルマーレンがそういうチャンスをくれなかったら、ね、僕のこういうサッカー人生はなかったし、ね、こういう仲間との出会いもなかったしねあのなんかすごくやっぱクラブに恵まれたなっていうのは、えー、すごい感じましたねあの <laughs>、はい、そうなんでですすよ、まあ、これが僕湘南にいた時ですね。 まだ当時ユニフォームがプーマの時か。ねあの、まあ、若干は若まだ若いよね、見た目がね。そうそうそう。湘南の時はね、僕がいた時は、有名どころの選手で言うと誰がいたかなアマさんとアマラオ、あの、キングオブ東京って言われてた、FC 東京にね、昔いたアマラオってブラジル人。アマさんが、 もう最後引退する前かな、えー、湘南に入ってきてあと誰だベルマーレー割とねベルマーレー有,有名どころはいないのかなたまに中田秀さんがあの日本に来た時にちょっと顔出してくれたぐらいあとはまあ僕らがいた時でも J2 だったんでなかなかやっぱチーム的にも大変な時期だったと思うし 若い選手にいろいろチャンスをくれた、ね、時代だったんでだからまあ僕とかにも、ね、そういうチャンスが回ってきた部分もあったんで、まあ、これが、ね、本当に順風満帆な、ね、あのクラブでお金でいろんな選手を、ね、獲得できちゃうようなチームだったら、ね、もしかしたら僕に出番なんてなかっただろうし、まあ、そういった意味ではなんかすごく、まあ、その辺もね恵まれてたのかなっていうチャンスがあったクラブだし、はい、だから良かったんだろうなと僕は思ってますけど、はい、そうなんですよね若いですね。 でね、これがね僕湘南の後に、えー、湘南の後、ザスパ草津っていう群馬県のチーム草津町の温泉の、ね、チームですけど群馬に引っ越しして群馬に所属してでその後、横浜の YSCC 横浜っていう今ね J3 に加入してるんですけどでここ今写真に載ってるあ今のね写真に載ってたのが、えー、と SC 相模原っていう。 あのチームに僕が所属していた時の、えー、写真なんですね。この1個前かなこれだね。SC 相模原も今 J3 でもう J2 上がったの J3 かな望、まああのー、月さんが監督のねあ監督じゃな代表の望、まあ、月さんも清水商業なんですよ。でなんかいろんなご縁で、えー、そういうふうにいろんなチーム行かしていただきましたけどやっぱ僕もいろんな J リーグクラブにまあ いていいただいて、まあ、いろんなことを経験していろんなことを、ね、こういいも悪いも見させていただいてねあのー、本当に勉強になりましたしでね、まあ、ちょっとさっきねポロっと写真が出てたけど僕ゴールキーパーじゃないですかでもちょっと次の写真はでもキーパーじゃないんですよねでこれね自分で言うのもあれなんですけどちょっとあのー、最初に小学校の時に足が速かったって話をちょっとしたじゃないですか。 でこれあの神奈川の国体っていうねあの国民体育大会の代表選手として僕、神奈川の代表でえっ、ー、と社会人になってからの成人の部っていうのがあってでそれの,、えー、の試合を、えー、と当時はね山口県かなでやった時の大会なんですけど僕、今さあの野球でもねあの二刀流とか出てるじゃないですか僕、サッカー界の多分元祖の二刀流なんですよ。 実はあのこれ知ってる人は知ってて結構あの正式な公式記録にも僕残ってるんですけど僕ちゃんとこの試合でも点取ってるんですよゴールキーパーじゃなくてね。そうで割としこの業界では知ってくれてる人は結構いるんですけどあのまあ、なかなかねそんな人いなかったんで。 でまあ、今こう野球とかで、まああいうふうに二刀流だとかっていうふうになり始めてでサッカー界の二刀流みたいなのが最近本当話笑いにねちょっとなるようになってきてそんなやついるのかみたいな J リーグにな,んかなったら来たんですけどちょっとねあのー、元祖俺なんです <laughs>、はい、いやあのでもねちょっとこういうなんかなんだろう、まあ、両方のポジションできるってね、まあ、できるってことでもないんですけど、まあ、なんせちょっと足がね自信あったんで。 まあ本当に僕、前半は例えばゴールキーパーで出て後半にねやっぱ相手疲れてくるじゃないですか。で、そうなった時に僕、ユニフォーム着替えて僕、フォワードで出てゴールキーパー新しい選手入れてもうかき回すみたいななんかそういうのを神奈川のチームが戦術として取り入れたりしてくれてたんであの結構、ねちゃんと点も取ったりとかしててあのなんだあいつはみたいになってたんですよ。ここれもこれもでねなんか今の 僕ねゴールキーパーですけど子の子たちに指導はサッカー指導もしてるのでなんかこういうところからなんかそのフィールドで培った経験とかっていうのはすごく僕は今の指導にもためになってて、まあ、指,導なんだ指導者としてやってる中でそのフィールドプレーヤーの目線も僕は分かってるんでこれって多分のゴールキーパーの方々じゃ分からない目線なんで。 それはやっぱ、あのー、今の、ね、子供たちにこう伝える仕事をやらせてもらってる中では、まあ、すごく大いに役に立ってるんだろうなと思って、あのー、だから、ね、なんかね本当不思議と人生につながってくるんだよねなんかあの時やつはこれが今こう生きてるなとかなんかね今までこう点と点がポン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 だっただけなのにいざこう社会人になってじゃそういう仕事をやり始めたらその点と点がこうちゃんとつながってきてあ結果今生きてるなっ 経験値がちゃんと使えてんなーみたいなシーンがね結構あるんですよ、えー、なんかこう無駄なことってないんじゃないかなって僕は思いますね、あのー、なんかこれやっててもしょうがないんじゃないかなとかっていうのはね多分思ったり感じたりすることで絶対あると思うけどなんかそういうのって無駄にはなんないのかなっていうあのー、ただ僕小学校の時やった理科の授業だけは本当無駄だと思いましたけどね本当にビーカーでなんちゃらとかさ <laughs> なんかこう蒸発してどうたらこうたらみたいなあれは今んところ人生役立ってないんでまああれはねちょっとそういう業界の人たちからしたら多分役に立つんだろうけどねでもやっぱそういうあのー、ね怒ることは無駄じゃないと思ってねあの後々自分に返ってくると思えばなんかそう苦痛でもなくなるのかなっていう気がするんで、まあ、そういうモチベーションでねまあ頑張っていきましょうねはいで次が何だっけな次のお写真が。 今回、ね、いろいろ写真をねあこれもねさっきの国体の写真なんですよそれはあのキーパーとして出た時のねた胸に多分神奈川って入ってるけど、ね、これはあのキーパーで出ててでこの後にフィールドで出たりとかねあの本当変化していくんで、ね、ちょっと忙しいハーフタイムの時とかもユニフォーム着替えたりとかあったんで僕ほとんど休めてないんですよねみんな休んでねなん慌ただしいねあのプレイヤーでしたけどでもねすごいいい経験でしたはいでこれがね あの僕ベルマーレの上は来てるけど今ねあのー、関東リーグっていうね、J、今 J1J2J3 まであってでその下に JFL っていうリーグがあってその下に地域リーグっていうのがあるんですよあの各都道府県リーグで僕、えー、と SC 相模原を退団、えー、したあとは今関東一部リーグにいる、えー、東京 23FC っていうチームがあるんですねでそこも J リーグを目指して今 活動してるんですけどそこの、えーまあ、初期メンバーであの加入をしたんですよ、元 J リーグ組として、まあ、何人か、えー、元 J リーガーを、まあ、主軸としてあの、そのクラブが、えー、スカウトして、でそこから、まあ、J リーグを目指していこうって言って、あの活動してるチームでもうかれこれ何十年、えーな、できて何年だ、十何年経つのかな、いまあ、未だにやっぱ関東リーグで、ね、頑張ってますけど、あのまあ、そこに入って、 まあ結構、あのー、そこでもいろんな経験を、ね、させてもらいました。で、まあ、もうそ,のその時ってもうユニフォームとか社会人サッカーって、ね、そういうもんで結構ユニフォームバラバラでも何も言われなかったんで、まあ、僕はまあ当時ベルマーレとか、まあ、草津とか SC 相模原のウェアとかを結構持ってたので、まあ、練習する時とかはこういう風にねあのー、いろんなチームのウェアを、まあ、使い回してきて、まあ、練習を日々してました。はい、で、次が、 これがね、東京 23FC の天皇杯っていうあの大会に出場した時の、まあ、写真なんですね。でまあちゃんとやってるよね。なんかぽいよねちゃんと。なんか、まあ、その東京 23FC でも僕3年間かな所属させてもらったんですけどやっぱその天皇杯の,あの予選で今 JFL の横川武蔵野っていうチームがあるんですけど武蔵野とね もう忘れもしれない、自分の誕生日の日に PK で負けるっていうそれ勝ってれば天皇杯出場だったのに東京代表でで僕らはもう全然隠したもうほんとグループ、あのー、そのカテゴリーでいうと彼らね横川武蔵野は JFL で僕らも地域リーグで下のリーグだったんですけど、まあ、僕らが先制してで追いつかれてでまた勝ち越したのにロスタイムね延長のロスタイムかなに追いつかれて。 で PK 戦になって負けちゃったっていう、ね、それがもくしくも自分の誕生日っていうマジで一生忘れもしないだろうまあ、大会をねまあ、これその時の写真なんですけどまあありましたねなんかいい思い出だけどねある意味辛い思い出でもあるしあそこが行ってたらまたちょっと違った風景だったんだろうなとかっていうのもね感じたりしましたはい。 でこれがそうですね、僕は指導者を始めたすぐぐらいですね、もう選手兼任で指導者をやり始めたぐらいかな、はいあのー、もうかれこれ7、8年ぐらいに、ね、なると思うんですけどね、ねあのー、ちょっと雰囲気はあるよね、ちゃんと。でね、これがね、一番最初にスペインに。 スペインで指,導指揮を取ったときはスペインの国際大会であのネイマール選手とかメッシ選手とかも出場してたような、まあ、スペインでのもう国際大会に、まあ、MSA って日本代表チームで僕監督で行った時のまあ写真ですね、まあ、これが僕の中でも人生で初めてのまあ国際マッチ、まあ、ジュニアサッカーの国際マッチのまあ監督をやらせてもらって、えー、やっぱもうケチョンケチョンにやられて本、ね、当悔しい思いしましたけどやっぱ世界のすごさみたいなのを本当感じた大会で。 やっぱこれをきっかけに僕はねやっぱその日本で日本も言うと悪くないんですよ、ね、あ日本は悪くはないけどやっぱ向こうを見るっていうことがどれだけ大,、えっと、大事かっていうのを本当感じた大会で、まあ、ここからやっぱ日本人の子たちをもっともっと向こうの世界に、えー、触れる機会を作ってあげようって僕の中で過去が決まったのがやっぱこういう大会でしたね。は でねやっぱこういろんな仕事やらしてもらうようになって僕、あの長友選手とかねああのまあ、これ、原口元気君んなんですけどあのいろいろそういうあのスカウティングの仕事とかもねやらせてもらうようになってまあ全国いろいろ回って優秀な人材をピックアップするまあそういういスカウトの仕事なんかもやねあの今もやらせてもらってますけどあのほんと全国各地のね小学校から高校生、大学生含めてまあやっぱそういう選手たちの発掘作業っていうのをねやらせてもらってます。 すごいね、結構時間がもうね活発になってきてるね意外にも。でねあの、まあ、そういう経験をね僕はあのその小学校とか中学校に行って、まあ、そういう生徒にねこういうお話をする場をあのちょっと設けさせてもらってます。まあ、これもそういう、えー、夢戦という授業なんですけど、まあ、あ JFA がやってる夢戦とかも、ね、やらせてもらってるんですけど、まあ、そういう、えー、今の学校とかに行って、まあ、僕の仕事ってどういう仕事とか、まあ、あとはそのプロ選手でどういうまあ ことがあってで挫折があってでもどう乗り越えたとかもうまさにこの開くえミニでいろんな人たちに聞いてるようなことをあのー、学校とか中学校とかね、えー、そういうところに行って生徒たちにはお話をするっていう、えー、仕事もやらせてもらってますねなんでもう本当に今までこうやってきたことがあのー、なんだろう全部こうつながってで最終的には次の世代の子たちに こう繋がっていくってていいくうなんか自分の人生ちゃんとこう、ね、丸くつながってってんなっていうのをねすごく、えー、感じますねはいいやでもなんだろう本当にスポーツはやった方がいいいと思いますあのサッカーに限らずねあのー、本当に学校の教科書で学ぶこととはもう全然違うことがやっぱ学べるし正直学校のそういうテキスト見るよりか やっっぱそういうい実体験かから集団ととスポーツで学べることの方がよっぽど社会ににに出た時にいきます本当にうんだからね、まあ、是非ねこう小さい時からねこう今はもういろんなスポーツをやれる環境はあるので、まあ、是非ねそういうスポーツをどんどん、ね、チャレンジしてやってみて、ね、本当に自分がやってみたいこれやってみたいっていうのが見つかれば、ね、没頭してもらった方が僕はいいと思うし、ねあのー、いろんなスポーツをやるっていうのもすごく大事なことだとは思うので。 ね、あのぜひいろいろ皆さんもスポーツを、ね、チャレンジしてみてくださいで今日ちょっとね、駆け足で行っちゃってあのスポンサーさんの、ね、広告入れるの忘れちゃったんでここで2個ちょっと一気にいっちゃいましょうちょっとお願いします、はい、まずね、これいつも MSA ですねあの、僕らの団体を支援してくださってるスポンサーさんの企業さんたちですね。本当多く 多いいい団体皆さんに、ね、ご支援いただいてます、ねまあ皆さんがこういうふうに支援してくださるおかげでいろんなね環境づくりだとか子どもたちの育成だったりっていうところもいろいろやれてるので、まあ、引き続きね、えー、よろしくお願いしますというのとあと是非ねそういうご興味がもしありましたら、まあ、こういう大変なご時世ですけど是非、まあ、ねこういう子どもたちの、えー、育成とかにご協力してくださる団体さん企業様がいれば是非お問い合わせいただけたらなと思っておりますありがとうございます。 はいで、ね、ちょっとね、今日広告ね、あのいつも開けミニを見てくださってる方、広告あるじゃないですか、ちょっと今日抜きますね、はい、で、あのここのホームページ上にもね、あのい,いらっしゃるんで、ねあのちょっと今日はバナー掲載のみと、ちょっと割とお話が盛り上がっちゃって、もう気づいたらもうあとね、2、3分で終わっちゃうんで、ね、えー、ぜひぜひ、まあ、ちょっとね、本当に多くの方々に支えていただいて、いろいろやらせてもらってますんで、はい。 ありがとうございますで今日ね、実はこの後僕、神奈川に戻ってあの、イベントがあるんですよ。ただ、雨大丈夫なんですかね。雨が、雨がな、心配なんだけど、まあまあ、でも、雨降ったらちょっと延期します。<laughs> 安全の方が大事なんで、本当にねちなみに今日はね、ビーチサッカーやるんですよ。ビーチサッカー、あの砂浜で。 やっぱこう砂浜っていうのをねこうすごく不自由じゃないですかこうなかなかやっぱ今の人間たちって靴履いてね生活するんでどうしても重心取れちゃうんですけどやっぱ砂浜で裸足でプレーするっていうのはやっぱりその自分の体を思うように扱うにはすごくいいのとやっぱこう指先まで使わないと、ね、いけないんです神経系の発達ってのはすごくいいんですよなんで、えー、子供たち今日来る子たちは小学校3年生から、まあ、大きい子たちは中学生までいるんですけど まあそういう子たちをねちょっとこうイベントで集めてちょっとビーチでこうビーチサッカーをするというイベントをね今日実は17時かなあ違う16時か16時からあるんですけどいやなんか午後にねもろ雨が来るみたいな話をね聞いてるんでちょっとダメかなどうかなちょっとあのもしこの「ひらけ見に見てくださってる」で見てくださってて今日参加する予定の方いらっしゃいましたら。 ちょっとギリギリまでねちょっとホームページ見ていってくださいあの中止の連絡入るかもしれないんではい,いやありがとうございましたいやなんかあっという間だったななんかたまにはいいねこういうなんか俺も気が楽だわ <laughs> なんか <laughs> いつもなんかゲスト来ていただいてなんかすごく ね、あのー、面白くお話ししてもらってますけど、それもすごいいい勉強になるけど、なんかこうやって自分のね、あのキャリアをこう振り返って人に聞いてもらうとかっていうのも、なんかこう過去のね、えー、映像をフラッシュバックしてこう思い出すことも多いし、なんかまたそれを踏まえてね、いろこうあ,あれやってみたいな、これやってみたいなみたいなもね、こう思いついたりすると思うんでね、なんかこうたまにはこういう、まあ今回ちょっと本当ハプニングだったんですけど。 マジでセッティングし忘れたっていうマジハプニングだったんですけどまあちょっとこういうのもねちょっとありかなと思うのでねあのまた機会がありましたらね今日はちょっとだいぶ駆け足だったんですけどまあそういうのをちょっとこう細かく深くこう入っていくようなねタイミングも作れたらなと思っておりますいやーありがとうございますもうすほんとあっという間でしたけどねえー、またじゃあ終わっていこうかなえーまた来月 第4週目の金曜日12時からまたここでお会いしましょうでは終わりますせーの開くへまたな